では2つ目のキーワードに行きましょう、はい、市民が中心の街づくり、はい、ということなんですけれども、先ほどちょっとおっしゃった、街づくりのためには建物だけじゃなくて、そこに住む方たち、はい、そうですね、やはりあの、人が住んで楽しく住んで健康に住んでというのが町なんですよね、はい、それにはただ建物だけじゃと、ダメなんで、いろんなボランティアの方が、まあ、たくさんある。僕らも主に、町づくりをする人材を育てたいなと、はい、ちょっとおこがましい部分もあるんですよ、まあ、あのポリシーとしては、ね、高く持とうということで、なるべく若い方に声をかけてて、で僕らも最近は北大生なんかも一緒に仲間になってきて、で学生の団体とも交流するようになって、ですから今回のよさこいボランティアでも北大生も僕らの方からも応援出ておりますね、それから北海学園さんはまた別のグループとしてちょっと学生さんですけど、そういう若い方もどんどん入ってきてみて、はい、僕らは街づくりはやっぱりあの老若男女が一緒に住んでる街ですから、あのお年寄りの方にも優しい街を作ったらどうしたらいいんだろうと、はい、でそれにはどういう人が必要なんだろうと、そういう方をどうやって育てたらいいんだろうというのがテーマなんですよね、はい、自分たちが直接何か事業をやろうということはないんですよ、まあ、それだけ苦しい面もあるんですけどね、あのそういう事業をやる人を育てようというのが趣旨でスタートして、で僕らね今会員では三十数名で、弁護士さんとか演劇人とか幅の広い、まあ、元サラリーマンが割と多いんですが、現役の方もいらっしゃる、はい、それから市 の役員さん、課長さん、部長さんなさっている方もいらっしゃるということで、はい、それは札幌だけじゃなし、エベスとかね、そちらの方も一緒に入ってきていただいてますので、そういうことで、まあ、官民一緒になって考えましょうということで、でみんな集まって勉強会をしたり、はい、講演会を開いて、そのまたお仲間たちにこう、みんなで集まっていただいたり、あの都市交通のことを考えたり ね、 そうですね、いろんなことされてますよね、はい、基本的にはね毎月1回交流塾というのをやっておりまして、はい、でそのまあテーマは、まあ、毎年テーマが少しずつ変わるんですけども、例えば最近力入れてるのは交通問題ですね、あの自動車社会はやがてあの麻痺してくるだろうと、それに代わるもの公共交通に切り替えましょうと、はい、ということでやってるんですが、一方あの自動車さんも一生懸命そうではないよと、今盛んにクリーンカーどんどん出してますし、やがて全く無人でね運転できる、お年寄りでも安心して運転できる車も出てくるとなると、さてとちょっと首を傾け、あの運動の方針も、ね、難しいですね、なかなか先々科学的なところも読んで進めなきゃいけないんで、ね、でまあ それはまあ将来で、はい、そこまではいきなりまだいかないんで、その間はまあ、あの僕ら今目指してきてるようなね公共交通も少し利用しましょうと、はい、そのために今札幌市の交通状態の、まあ、調査して、まずいところをこうやったらいかがですかっていう、まあ、レポートも出したり、逆にそのための市のが活動を認めて助成金もちょっとくださったりしてますんで、それでレポートを作って市へ提出するということをここ3年くらい集中的にやってきてますね、はい、そういうことと、それから、若い方を何とか入れようということで、先ほど学生の方声かけて、今その学生の団体をついて少しずつこれから若い方に切り替わるんじゃないかな、でそのまあ象徴的なものがね、自分で言っちゃおかしいんですが、私はこの5月で、はい、あの10年通年させていただいた、あそうですか、代表のあの世話人というのは、ね、おりまして、まあ、お疲れ様でございます、若い方に移って、まあ、そういうことであの何人かもう一人の方はね、一線からちょっと引かせていただいて、はい、若い方で代替わりということで、まあ、町にその分ね、じゃ少し活性化していくんじゃないかなという気持ちはあるんですよね、はい、で毎年ですね交流会はまあ毎月、まあ、12回というよりまあ10回くらいになるんですが、年次からその他に、ね、年にね1回か2回市民セミナーをね、このエルプラザで借りとかにしたり、はい、そういうところをお借りして市民向けのセミナーを年1回は何とかやろうと、それを今ずっとやってきてるんですよね、はい、そんなことはそれ一つ今、はい、活動されていらっしゃいます、ね、はい、では、3つ目のキーワードに行きましょう、はい、